ジェフ・フーンは、イギリスの政治家。労働党所属の庶民院議員で、ゴードン・ブラウン政権では、主席院内幹事、大倉省政務次官を務めた。ダービー・シャー州、ダービー生まれ、ケンブリッジ大学、ジーザス・カレッジで法律を学ぶ。1976年から5年間、リーズ大学で講師として教える。1978年に、グレー放送ンで弁護士資格免許を取得。 1980年にルイビル大学で1年間教える。1982年から2年間は法廷弁護士としてノッティンガムで働いた。1984年欧州議会議員選挙にダービーシャー州から欧州議会議員に立候補し、その後10年間はブリュッセルやストラスブールで働く。1992年に庶民院に立候補し当選。 アメリカのタイタリバン戦争やイラク戦争においては、トニー・ブレア内閣の国防大臣として、アメリカと協調して、イギリス軍を動員する上で、大きな役割を担った。その後第三次、ブレア内閣では、庶民院,院内総務及び、王子少将を務めていたが、2006年の内閣改造で、各外省の欧州担当大臣へ転じた。続くゴードン・ブラウン政権では当初、 大倉省政務次官及び庶民委員内幹事、第二次改造内閣では、運輸大臣を務めたが、ブラウンに大臣を要求したために、ブラウン第三次改造内閣には入閣しなかった。ありがとうございます。